宮沢さん、おはようございます。昨日はちゃんと眠れましたか？今日は朝早いんですね。何かあるんですか？今日の観光スポットはやることが多いですからね。早起きしないともったいないですよ。さあ行きましょう、大島へ。え、島ですか？着きましたよ。ここが本日の観光スポット、大島です。島って聞いて遠い場所かと思ったんですけど、すぐ近くの小さな離島だったんですね。ここなら歩いてこれそう。沖縄ワールドやガンガラーもすぐそこ。離島といっても沖縄本島から道路がつながってるから歩いても来れます。それでこの島はどんな場所なんですか？ここはですね、沖縄の暮らしがギュギュッと詰まった場所なんです。沖縄の暮らしですか？はい、百聞は一見にしかず。まずはあちらをご覧ください。島の入り口に行列が？それにとってもいい匂いが。あれこそが大島名物、沖縄天ぷら。宮沢さん、せっかくだから私たちも食べましょう。いただきます。おいしい。サクサクなのにすっごくジューシー。内地だと天ぷらっておかずのイメージですけど、こちらではこうしておやつ感覚で食べることが多いんです。そしてビールにも合う。確かにいくらでも食べちゃいそうですね。あれ、海岸にあるあの緑色のものは何ですか？いいものに目をつけましたね。あれは海藻のアーサ。この大島の特産品の一つです。あっちではトビイカの天日干しをしてますね。海岸にいろんな色彩が。コバルトブルーの海とのコントラストがとっても綺麗。そしてそんな沖縄の海の幸を堪能できるのがこちらの今湯市場です。とっても活気があって素敵ですね。皆さんとっても賑やかで楽しそう。お店で買った刺身をその場でご飯に乗せて食べる海鮮丼はおすすめですよ。大島には見るべきスポットがまだまだたくさんあります。他にも海底を覗けるグラスボートや島のお祭りなどもあって、観光するなら丸一日あっても足りないくらいですね。毎日来ても飽きないですよ。いっそのことここに住んじゃいますか？え？なんちゃって冗談ですよ。